さて、どうなるのか。おお。こんにちは、スタルケルです。皆さん、前回の魔改造対戦オンラインのヨルト君のオメガと自分のジャスティスエクスカリバー円剣バージョンがね、戦った動画は見ましたでしょうか？見てない方はね、ぜひ見てみてください。で、今回はね、誰と戦っていくのかというと、この方です。ゆうなぎえくんとね、戦っていきたいと思います。で、このね、ゆうなぎえくん、もしわからない方のために簡単に説明をしますと、YouTube でね、動画投稿もしてて、あと Twitter もね、やってます。多分 Twitter 今メインになってるのかなと思いますけども、このね、ゆうなぎえくんがね、もうめちゃくちゃね、すごい最大のね、特徴があるんですけど、それが何なのかというと、この、まあ、オリジナルベイを作ってるんですけど、このオリジナルベイの素材がなんと、牛の皮なんですよね。すごいですよね。もう、魔改造界隈唯一ですよね。ベイブレードに牛の皮使ってるっていうのは。うん。っていうのが、もう、ゆうなぎえくんのね、もう最大の特徴だと思います。うん。で、このデザイン性もね、その皮独特の雰囲気っていうのが出てて、かっこいいんですよね。うん。で、その中にもアルバトロスとか、フェアリーオベロンとかあるんですけど、なんとこれギミックもね、仕込まれてるっていう。いや、そこまでね、できるんだと思って、こうすごいんですよ、皮って。うん。で、まあ、結構難しいところもね、あるみたいなんですけど、いろいろ挑戦してます。で、自分がね、個人的に好きなのが、スターダストっていう、ベイなんですけど、この黒金でね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。この、高級感、革ならではのね、高級感とかも出てて、もうめちゃくちゃかっこいいので、はい、ゆうなぎくんのね、こういう、ベイとかが気になった方は、ぜひね、チャンネルとか、あと、ツイッターですね、チェックしてみてください。それでは、ゆうなぎくんの制作動画見ていきましょう。こちらです。ということで、今回ゆうなぎくんが使うベイはこちらです。六門トルーパーですね、うん、で、このカスタムが六門トルーパーゼロエキスパンドエクステンドプラスになってます。いや、この赤黒でね、揃えてるとめちゃくちゃかっこいいですよね、うん、いや、で、これが革ですよ、皆さん。いや、すごいですよ、この質感が。もうほんと異様なね、うん、本当にこれがね、ベイなんですね、うん、で、この周り見てください。このトゲ、うん、ザク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 っていう、うん、これがいい働きしそうですよね、うん、そしてこの六門トルーパーのね、うん、説明をゆうなぎえくんにね、聞いたので、それもちょっと言っていきたいと思います。この六門トルーパーは左回転のディフェンスタイプのベイです。で、日本史上最強の兵士真田幸村モチーフとなっております。そして、このベイのね、特徴としては24枚のメタルパーツが時に攻撃をいなし、時に回転を奪うといった特徴になっております。真田幸村っていうね、これもまたいいモチーフ持ってきてますね、うん、で、このやっぱここですよね。このトゲトゲがバトルの時にまあ、どう影響してくるのかっていうのがね、すごい楽しみなところではありますね。そして今回この六門トルーパーと戦う自分のベイね、何にするのかをちょっとゆうなぎくんに、自分の好きなベイ何ですかって聞いたので、ちょっとそれを見ていきましょう。ゆうなぎくんはなんとジャスティスエクスカリバーとね、言ってくれました。そして色ですね、何色がいいですかっていうのを聞きましたら、アポカリプスを取り入れてるので黒って言ってたので、今回なんとアポカリプスカラーでね、やっていきましょう。このジャスティスエクスカリバープライムアポカリプスカラーです。そしてカスタムがこちら、ジャスティスエクスカリバーゼロダガーアルティメットリブートダッシュ 1S ということで、このゼロダガーアルティメットリブートダッシュもプライムアポカリプスのね、デフォカスタムってことで、このカスタムでね、バトルしていきたいと思います。それではこの六門トルーパーがレギュレーションの 90g 以下なのかというのを測っていきたいと思います。さて、何 g なんでしょうか。 57.52g、
はいはい、結構重いですね。それでは次、ジャスティスエクスカリバープライマーコーパーパーカーパーカージョンをちょっと測っていきましょう。68.24、 やっぱりちょっと重めですね。それではバトルやっていきましょう。それではバトルをやる前に簡単にルールの説明をしていきたいと思います。まずスピン1ポイント、オーバー2ポイント、バーストが3ポイントで、競技続行不可能なレベルでのリアルバーストも3ポイントになってます。で、全部で5回行って、その中で合計点数が高い方の勝ちになります。それではやっていきましょう。自分はこちらのジャスティスエクスカリバーゼロタガーアルティメットリブートダッシュで戦っていきます。で、ゆうなぎくんはノーマルスタジアム仕様で、右回転とバトルするとき、エクステンドプラスはアタックモードにして弱めにシュートでって言ってたので、はい、アタックモードにして弱めにね、シュートしていきたいと思います。それでは行きましょう。おーい、あ、やばい。おー、勝った。ということで、スピンフィニッシュでジャスティスエクスカリバー1ポイントですね。それでは2回戦目やっていきましょう。さて、どうなるのか。おーおー、やば、危な、めっちゃいい動きしてる。うわー、やばい、これは。さて、どうなるのか。うわ、今ギリ6問トルーパー勝ちましたね。ということで、スピンフィニッシュで6問トルーパー1ポイントなので11ですね。それでは3回戦目やっていきましょう。さて、おー、めっちゃいなしてるし、アタックもしてる。やば、うお、マジで。なんと6問トルーパーオーバー2ポイントなので3ポイントですね。それでは次、4回戦目やっていきます。1、3ですね。いきましょう。さて、うわー、アタック強。さて、どうなるのか。うわー、やばい、やばいか、飛ばせるか、こっから。うわ、スピン。ということで、スピンで6問トルーパー1ポイントなので今4ポイントですね。現在1対4ですね。それではラストやっていきましょう。うわ、ということで、ラスト6問トルーパーオーバー2ポイントなので合計6ポイントになって、1対6で6問トルーパー勝利になります。これで終了です。ということで、今回のゆうなぎえくんの6問トルーパーいかがだったでしょうか。いや、川ベイでここまでね、強いベイ作れるのってすごいと思いますね。うん。いや、で、今回のこのゆうなぎくんのこのアタックで弱い回転にするっていうのがめちゃくちゃね、ハマってたなと思いました。ということで、ゆうなぎくん YouTube とね、Twitter やってるので、ぜひ皆さん概要欄からチェックしてみてください。はい、ということで、今回の動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。